テレビで言われた。で、言ったら、ベルディとマリノスが来ました。じゃあ高校生の時はもう J リーガーになりたい。そうっす。でしょ、はい、もうだって夢が、そうなんですよ、現実になってたもんね。はい、夢はもっと大きく持つべきでした。よかった。はい、 J リーガーになってたわけじゃないんだよね。はい、だって満足しちゃいました。ダセーなと思います。マジでサッカースクールとか行ったら夢を持った方がいいよって言ってますよ。そうだね、わ、はい、かるわかる。俺も小学校の時のさ、はい、卒業文集でやっぱサッカー選手になりたいって書いたの、はい、でも俺の時プロもないじゃん、はい、でも学校のさ卒業文集だからさ、うん、夢書いてくださいって言われても、はい、考えたことない夢なんて、うん、今の子たち夢持ってとか言われるからさ、俺の時なんか夢を持ってとか考えなんて言われたことないし、うん、どうしようも、うん、まあ、野球もやってたんだけど、でも俺はサッカーをやっていこうっていうのを決めたから、うん、サッカー選手しかねえなと思って、うん、翼しか見てないからさ、海外に行くしかないなっていうのを大きく書いて、で、プロサッカー選手になりたいですと海外の時に思ったんだ。すげえ。だってほら、翼くんブラジル行くしさ、そうっすね、宇崎くんフランス行くしさ、ああ、そうっすよね、海外に行ったらプロになれるなって思ってたから、ほんとそんなレベルだし、はい、でも高校はなんかその旭高校で地元のところに行きたいなとか、まあ、帝京とかもいいなとかっていうのはなんとなく思ったけど、それってでも夢というよりは目標じゃん、もう中学生になっちゃうさ。リーグが中学生できたら、それであんなの見ちゃったら、はい、あそこに立ちてえなだよね。そうですよ、はい、あの時の盛り上がりが尋常じゃなかったですからね。これ帝京とかだったらさ、はい、結構試合見に行ったんじゃないの。どっか、いや、見に行ってないですよ。ボールボーイはやんねえか。やってない、やってないですよ。何年か J リーグのほぼほぼ 見たことないですよ、高校生って。そうか、なんかの精一杯だよね、自分の。はい、なんかの決勝とかはあるかもしれないです。いつ誘い行くやん。マリノスでしょ、だって最初は98年マリノスだったら、まあ強いからね、もうマリノス最初が強いしさ、はい、すごかったですね、メンツ。それ何、テストとか言ったの、練習生とかね、もう最初から。はい、でも俺、ギリギリっすよ。だったな。はい、選手権終わってからさ。おお。じゃあ大学とか考えなと、夏ぐらいから考えるわけじゃん。なんかね、俺、もう帝京大学に無理やり進めさせられそうだったんですよ。お、帝京大学、この先生が監督やるって言って、うん、そんな感じで無理やり、まあ、教育しようかよくわかんないですけど、帝京大学って言われてて、うーん、で、全部金もかかんないようにみたいな感じで言われてたんですよ。受験もないし、はい、その当時に宮沢ミッシェルと、はいはいはい、ミシェルさんね、あとリーさん、当院の、うん、当院リーさんがコーチだったんですよ。あ、帝京の、帝京の。へぇ、そうなの。はい、またなんか合わなそうな2人がやってんな。そうですよね、この先生が多分呼んできて、あ、俺は宮崎ミッシェルに可愛がられてて、まあ、リーさんにも可愛がられてた、まあ、千葉出身っていうのもね、はい、ミッシェルってそういうなんか、あ、とこあるから、はいはいはい、お前どうすんだって言われて、うん、いや、俺帝京大学に行かされそうですみたいな感じで、いやー、お前絶対あるだろって言われて、うん、ちょっと物が入ったら今ね。そうっすね。そうなんですかねって言ったら、ミッシェルが多分あるって踏んでくれたのか、大人のその事情を察知したのか分かんないですけど、お前 J リーグ来たいって言えって言われて、先生に言えと、これも先生に言えと思うんじゃなくて、もう先生に言ってもしょうがないから、うん、言っても多分帝京って言われるから、うん、俺は大学行きたくないって言えって言って、うん、俺プロ行きたいって言えって、で選手権の前に呼ばれて、うん、でまだ決まってないから行きたいですってテレビで言えって言われて、そう、ミシェルさんに言ったの。うん、で、言ったら、ベルディとマリノスが来ました。テレビで言ったの、はい、選手権終わって、いや、終わったじゃないですか。そのヒーローインタビューかなんかで、決まってないんで、みたいな。ベルディ行きたいです、みたいな。っていう話をして。あ、そう。はい。だから俺、めっちゃギリギリっす。本当に。それでちゃんと話が来るのもそうだけど、はい、まあまあ、J リーグのチームもマークはしたと思うよ。もう多分ね。で、この先生が、いや、あいつは帝京だからね。多分そうだと思うんですよね。わかんないですよね。ね、うん。5年ぐらい経ったら聞いたら、この先生に。いや、聞けないっすよ。忘れたよって言われて。だって俺の名前すらわざと、ま、間違えてきますからね。そう。なんだっけお前とかって言ってきます。絶対覚えてるからね、あいつたちは。うん。でもそれでじゃあマリノスとベルディだったら、それはマリノスか。98ってマリノスだな。いや、ミッシェルにそれも委ねられました。どっちがいいですかって言って、マリノスだろ、うん、
出ねえな。出ないっす。へ、あ、そうなんだ。どっちがいいですかって言って、俺は本心はヴェルディ来たんですよ。そうなの。はい、だってあんな派手な、まあその J リーグ始まった頃ね、あの派手ね、あの強さが。シンジもそうじゃん。シンジもヴェルディかレッツかってぐらい。そうなんだ。あの時リーさんもうヴェルディ感じなんだ。監督じゃない、多分次の年ぐらいじゃないですか。大人の事情だよね、うん、俺たちの若いやつには分かんない、うん、で、何年もいたの ?2098 年に入団して、はい、マリノス何年 ?3、4年です。岡田さんが来た時はもう多分違います。岡田さん多分2002年とか3年だもんね。はい、だから3年ぐらいしかないです。でもさ、18、19、21でしょ。はい、で、俺は3年目たまたま試合出れたわけよ、さっきの J リーグ開幕で、うん、で、まあプロ契約して、はい、ちょっとやったけど、はい、高校ってやっぱ3年ぐらいじゃん、高卒って、はい、見てもらえるのがさ、はい、1試合見てないの。いや、ちょっとこれは2001年の2000年かな、アントラーズとチャンピオンシップかなんかあったんですよ。アルディレスが監督だった時は、はいはい、結構出てたんですよ。じゃあアルディレスはいいかとね。はい、そうなんです。監督が変わったんだよ、途中で変わったのかあんま覚えてないですけど、ましたね。でさ、試合出れちゃってる、うん、出ちゃってるから、うん、調子に乗りまくってて。そうだね、ちょうど調子の時だからね。21とか2とかは初めて。分かる分かる、本当にひどかったですね、うん、で出れなくなっちゃったもんだから、出ていくって言って出てきちゃった、うん、みんな周り止められたんですけどね。試合出れねえと面白くねえっつって。分かる。で、何でも第2位そういう時代まだです、まだ。ね、それはもう本当、俺も本当そう、もう生意気ですよ。自分に自信があるのはいいことなんだけど、クラブとかさ、監督からすればさ、まだまだ大したことないっていうね。うんうん、でもしょうがないですよ。それもまあね、それもね、経験だから、はい、そうです。取り返しはつかないけどね。はい、まあでも良かったですよ、いろんなとこ行けたし。え、どそんなとこ行ったの？大分行きました。小林慎二さん。俺、大分はね、すごいいいオファーを受けたのよ、仙台の時に。俺、大分行かずにスペイン行って、大分断ったのかな。大分、お金ありましたもんね。溝端さんでしょ。溝端さんと2回ぐらいやってると、この人が出る。へぇ。で、大分何年？大分、シャムスカ？シャムスカもやりました。じゃあ、いい時だ、大分は。はい。その後、出るんですか、ラモスさん。大分何年いたの？西川とかもやってるの？梅崎とか。あ、やってます。彼らがこう若く出てきて、はいはいはい、1年目とかじゃないですかね。で、ナビスコ優勝した時はいないですもん。まあ、いないんだ。はい、それは俺いなくなった年じゃん。いなくなった次の年ですよ。だから、森重とかそういうのいないんだね。はい、だって大分もあれ下からね、うん、こうユースから上がってきた選手とか、金崎ブーとかもね、はい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 、入ったりとかして、ね、チームだったよね。はい、ベルギーか。ああ、ベルギーその時 J1、 J2 です。J2、 ラモスさん、ラモスで、ラモス監督がどんな感じなの？あのまま？いい意味でも悪い意味であのまま。はい。あんま説明とかしないですよ、やっぱ。そうなんだ。天才だから。ああ。あの時なんでやろうって話しますからね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。